ます。須磨勇気です。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター。今日はデイ292日目。昨日の夜ですね、この速攻元気を飲んだんですけど、ちょっと飲んだことを忘れてしまってですね、あんまり体調の変化を意識するのをできてなかったんで、平野くんによると、朝飲むのが一番、影響が分かっていいよということでしたんで、どれにしようかな。ロイヤルゼリー、まあ金だろうな、金だろうな。いただきます。どうも、須磨勇気です。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター。今日はデイ293か4か、熱出ちゃいました。とりあえずですね、さっき測ったら38度8分だったんですけど、コロナの検査キット買ってくるわ。これ今天井ですね、映ってんの。まあちょっと、まあどっちにしろちょっと怖いですね。まあこの直前、まあまだあんだけど、どうなるやろうね。とりあえず明日のライブも出れるのか。とりあえずまた報告します。形の